皆さんこんにちは。今日はですね、スレンダーザ？アラ？ザじゃねえか、ズイカアライバルというですね、海外のゲームをやります。まあ、スレンダーマン、何これ、スレンダーマン系のゲームですね。多分村井さんとマミルトンが iPhone か iPad のアプリでなんかスレンダーマンのやつやってたと思います。まあ基本的には似てるんですけれども、スレンダーマンに追いかけながらなんか紙集めるみたいなやつですね。ただこっちの方がなんかストーリーがいろいろあるみたいです。早速いきましょう。スタートゲーム。お、お、お、あー読めない字が早い。アポンツァットプリセス、あ、わかんない。ただなんかすごい And when you find yourself around the heat out that 読めない。 How far will it carry you。はい、というわけでやってまいりました。ですね、これさっきのやつじゃ分かんなかったと思うので、なんかゲーム始まる前にですね、なんだ、ここまでに来る話みたいのを見たらですね、なんか僕はですね、女友達のケイトっていうのかな、ケイトっていう女の子に車で会いに来たみたいなんですね。ただ、倒木、なんか木が倒れてですね、ここになんか車が挟まっちゃって動けなくなったので、ここからはなんか歩いて行けみたいな感じでゲームが始まるらしいです。なんかそこまでは書いてありました。はい、というわけで行ってみたいと思います。ただあれですね、あそこからゲームは始まったんですけども、なんかすごい明るいですよね。こんな明るかったら、おお、なんだこれ、ヘンライブスタジオズプラウドリープレゼンツ、これあれなのか、インアソシエーションウィズパースプロダクション、なんかあれですね、ゲームのオープニングみたいな感じですね。なんか違うのかな、なんか映画っぽいっていうか、ほらなんか作った人の名前とかが出てきてて、多分そんな感じなんでしょうね。だからね、多分ね、ここではね、怖いの出てこないんじゃないかなと勝手に信じて、サクサクいっちゃいますね。で、今ですね、この画面なんですけど、右上にレックとかですね、なんか電池残量みたいなものが左に出てたりしてですね、これ多分主人公がカメラを構えてる設定みたいです。はい。なんでカメラ撮ってるんでしょうかね。一応記録してるんですかね。なんかホラーゲームだとカメラを構えてね、なんか進むみたいなシチュエーションのゲーム結構ありますよね。はい、なんか僕が調べただけでも 2,3 個見つかったかな。で、よくね、僕の何ですか、ホラー動画のコメント欄にアウトラストやってください、アウトラストやれや、アウトラストでしょみたいなコメントいただくんですけども、あれもカメラ持ってるじゃないですか。ただね、アウトラストはね、怖いからね、まだ無理です、あんなの。他の方のね、プレイ動画ちょっと見たことあるんですけども、あれはね、無理ですね。あんなのやったら、やばいっす、多分。で、どんどん進んでいきます。なんか、今普通に歩くのはよくある WASD キーで、視点移動はマウスなんですけど、あとシフトでダッシュかな。ただね、このゲームスペースでジャンプとかがないんですね。なんかすげえ暗くなってるけど大丈夫ですか。なんかやべえ、すげえ暗くなってきてる、やばい。あ、で、お家っぽいのがですね、見えてきました。これケイトのお家なんでしょうかね。ただすっげえ暗くなってきましたよ。下とか何も見えないもん。あ、これ何、壁かな、壁っぽいですね。あ、
あれ何も見えないよ、何も見えないよ、何も見えないのはちょっと無理ですよ僕は。あー入り口かな、玄関ありましたね、お家。なんか電気とかついてますけど、ケイトいるのかな。暗い、空は明るいんですよ結構。ほらなんで下こんな暗いの。うなに、なに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 、え、なに、なんか落とした。やってみましょうか。あ、ケイトのお家開いてる、玄関開いてますね、開いちゃってる。何これ、レフトクリックホールダンドラッグドアーズオープンスラッシュなんとか。ああなるほどね、なるほどなるほど、ドアは自分でこうやってあのマウスをドラッグして開けなきゃダメなんですね。 OK です。くらあーあーあー、これケイトダメだわ、もうこれもケイトダメですね。あのいかにもスレンダーマンみたいなのも壁に描いちゃってますから、これもう無理だわ。あ、なんかすげえリアルなバックパック置いてある。え、これケイトのお家もうヤバくなってんじゃないですか、なんか荒れてますよすごい。これ開ける、開いた、ほらすごい荒らされてる。まあ自分でやったのか他の人が荒らしたのか分かんないですけど、すごい、あ、なんかぐちゃぐちゃになってますね。ケイトいないのかな、もう。あ、写真がある。あ、これなんかアイテムですね、拾える。TH、あ、Thank you ですね、Thank you。I can't thank you enough for coming out all this way to help me out.It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Love you always, Kate. なんかケイトからの手紙なんですけど、ちょっとですね、全部翻訳するのは僕には無理ですね。はい。というわけで、こんな感じでですね、このゲームは、全部英語なんですよね。さっき言いましたっけ？言ってないかな？英語なので、The phone line appears to be dead。 なんか電話つながらないみたいな感じですかね。なのでもしかしたらですね、ちょっと皆さんにストーリーを伝えきることができないかもしれないんですけども、まあ多分ね、そこはね、あのもし全然分かんなかったら調べるとかそういうことしながら行きたいと思いますので、はい、ちょっと頑張っていきます。ただそこまでね、なんか込み入った感じでは説明されないと思うので、ピアノですね、ピアノが鳴っとる。ソファー、すげえいいソファーですねこれ、いいな。こっち大丈夫、ただ大丈夫なんですか、こんな勝手にケイトさんのお家をこんな勝手に、なんて言うんですか、チェックしちゃっていいのかな、勝手に入って。あ、これもいける、あ、これも使えない系ですね。すげえキッチン広くていいな。これはどう、あ、ここも部屋だ、ここも部屋ですね。開けるよ、 あ、びっくりした。 This door appears to be locked。 鍵かかってますね。ここには何が置いてあるの、これなんだ、なんかわかんない。ここは、あー、なんかある。え、なんだこれは、オブベスベス、ベス、ベスさん、わかんない。これなんだ、 HONORING、 オナー、オナーですよね確か、メダルオブオナーみたいな。何これ、グレイスヒルセメタリー、セメタリー、墓場、何これ、わかんない。ちょっとダメですね、あの英語読解能力がなくてですね、ようわからんす。こっちは、うわ何こっち、怖っ。
時計ありますね。ちょっともうなんかすげえ暗くなってきてる、やばい。あーあー、なんかありますね。あ、に、あ、なにこれ。 To from sent subject、 なんかメールをプリントアウトしたのかな。 Thanks for calling last night. I probably sent them。 長くてよく読めないですね、これ。ちょっとあのGoogle 翻訳とかで翻訳できる方はちょっと翻訳してですね、ストーリー追ってみてください。テリーシャスギア、わからんこれ何、ラジオ、うやべついにここまで来ましたね。僕もラジオから流れてきた音楽にビビりましたね。やべえな、ちょっと世も末だな。ここは何？うわあれ何ここガレージかな、ガレージっぽいですね。ただ暗くてね、何も上がらんっすよ。ガレージだから多分外に繋がってんのかなこれ。あ、外に繋がってますね。一周しちゃったのかな、ちょっと戻ろう。暗い暗い暗い、行ってない部屋とかあんのか。あー、こっち行ってないな。観葉植物いいですね。うわ、何ここ広い、何ここ、リビング、うわ、なんかある。あ、来た、ライト。これライト手に入れちゃいましたけど、ライトあったらもう全然大丈夫なんじゃないですか。僕の勝ちなんじゃないですか。あ、何これ。あ、右クリックで範囲を変えられる、なるほどね。ここは、おい、あ、ここ入り口だな、玄関ですね。あれこれな、何この絵、ゴートシミュレーターみたいな絵だ。これ懐中電灯あったら、ほら全然暗くないから、これ消せんのかな。あ、何何何何何が起きたの今。え、え、なんかよそ見してたらサササササってなったんですけどやべえ、よそ見しちゃったあ、やべえ、なんか起きたと思うのによそ見しちゃいましたこれライト消せ、え、何、何も起きてない。あマミルトンさんが見てたみたいです仕事しましょうかやる、マミルトン大丈夫、行きましょう。これライトあったら怖くないぞ、本当に照らせるから。消せるのかな。あ、え、あ、なにこれ、え、あー、カメラのズームもできるんだ。ただあんまズームできないですけどね、2倍、3倍ズームぐらいで、ライト消したいとき、あ、消せた、 F で消せる。ここ何、あ、ここお風呂ですね。すーげー綺麗なお風呂、いいな。ただね、トイレが一緒なのはね、ダメですね。トイレとお風呂はね、分かれてないとダメです。これ全然怖くないぞ、あのライトついてたら。ほら、ライトついてないとめっちゃ怖くて、一歩進むのにも5分ぐらいかかりそうなんですけど、ライトつけたらね、全然余裕ですわ。あ、何これ、ケイトって書いてある、鍵だ、びっくりした。ピックアップキー、皆さん見てください、サボテンがあります。いいですね、ケイトさんとは仲良くなれそうです。ただ枕元になんかフィギュアみたいの置いてあるな。あ、これのかな、何なんでしょう。これはケイトの部屋なのか、どうなんでしょうね。ただケイトの部屋にしてはセミダブルぐらいのベッドが置いてある。ただサボテンはいいですね、サボテンはね、ほんといいですよ。こっち行ってみましょうか。おうおうおう、なんだ、ちょっとずつしかあかん。ここはなんだ、え、またキッチン、違うな。あ、またバスルームみたいなとこですね。これ何、これあれだ、シャワールームじゃないですか。
シャワールームですね。へえ、2階にもこんなあって、うっやべ、今絶対なんかなったし、なんかあのラップ現象じゃないな、なんて言うんでしたっけ、ポルターガイスト、ポルターガイストじゃないな、なんかチッて、なんかノイズがチッてなりました。あ、アンロックだぞ、ドアアンロックしましたね。あー、でもなんか、でもなんかあれだな、なんかファーンとかなって、あからさまにここなんか起きるでしょ、そんなね、あからさまになんか起きるとこにね、そんな簡単に僕飛び込まないですか。あ、これも開けられる、これも開けられるんだ、えこれ音が怖えんだわ、バンバンバン、よし、ここ行くか、絶対なんか起きるんですよね、行きますよ、ちょっと開けて覗く、あ、なんかピンク色のカーテンですね、もうちょっと開けましょうか、はっ、うーわ、うーわ、これ、うーわ、うーわ、これダメだわ、これダメなやつですわ、これケイトの部屋なんでしょうけどね、だって多分ケイトの部屋の鍵を使って開いたんですから、これダメなやつですわ、ケイト、もうちょっと開けます、あー、閉じちゃった、これ開けんの、うー、やーばい、これはやーばい、これはね、もうダメですわ。Can you see? 何？スレンダーマンがやばいですね。 What is it? Escape. Stop safe. To the woods. 森へ。 Safe. On. これダメなやつですね。これはね、ケイトね。もう、やめろっつの、それ。そのチーってなるやつやめてくださいよ。これな、これちっちゃい子供の部屋だったらまだ可愛げがあるかもしれないけどな、これはお父さんでお母さんはいないけどなんか楽しいですよみたいな感じになると思うんですけど、これはね、もうダメですわ。しかもよく見ると同じ紙いっぱい貼ってあるんだな。というわけで、あ、あ、これアイテムじゃね、 To the Woods 一緒だな、あれと、あれと、でもアイテムです、トゥーザウッズか、森へ行くのかな、こっち、あれなんか出口なのかな、トゥーザウッズで森へ行ったケイト、森へ行ったと思われるケイトのなんか叫び声みたいなやつが聞こえましたね。行かなきゃダメなのかな。あ、あ、びっくりした。今すげえズームしてたんだ。びっくりした。勝手にズームすんなよ。というわけで、ケイトのお家に来たんですけども、なんかケイトはもうやばそうですね。で、あと叫び声が聞こえました。というわけで、多分ゲーム的にはね、そっちの方に行かなきゃ、そっちに行かなきゃいけないんでしょうけど、もう帰っていいですかね、僕。ケイトごめん、僕は帰る。さよならまあね、そういうことしてるとね、怒られ、あ、フォーセール、これ、売りに出してるうちなんだ。へぇ。まあね、そういうことしちゃうとですね、あの、ゲームが進まないので、あっちに行ってみましょう。ブランコ。I remember playing on this swing set ってブランコなのかな。なに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 、なんなの、こっちでしたよね確か。今のブランコのとこに出てた字を読むのを忘れちゃい、読み逃しました。今なんか書いてあったのに、なんかある、なんかある、なにこれ、売りに出してるにしてはこのうちすっげえ明かりとかついてましたけどね、何なの、まあいいや、これは何でしょうか、遊具みたいなやつかな、
あ、なんか紙あるな、そこに。あ、なんか紙がある。すげえ長げ。 Hey Kate、 なんかケイト、なに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 、なに、なんなの。なんでさ、そうサクサク言うわけ。草がなんもいないじゃないですか。なんか小動物かなんかがいるんですか、ネズミとか。さっきの紙を読みたいんですけど、多分これで読めんのかな、スクラップブック。あ、これで読めるっぽいですね。あー、でもね、長いからなんて書いてあるかちょっと読むの無理ですわ。 That's probably this trick. P.S. You should call Lauren sometime. たまにはローレンと連絡を取った方がいいんじゃないみたいな感じですかね。 I bet some company would help out. I bet some company would help out. ん？わかんない。すいません、ごめんなさい、飛ばしまーす。バック、リジューム。これはちょっと英語能力が必要だな。ただあのケイトに当てた手紙とか、ケイトが当てた手紙とかで、あれで多分ストーリーがわかるんでしょうね。で、あそこがケイトの部屋、ケイトの部屋かな。というわけでケイトの部屋から見えた、もうね、あからさまにこっちですよみたいな方に行ってみますね。行かないと進まないから。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。